音楽で旅をするチャンネル、音旅。こんばんは、小川ウェイです。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています。今回は、じゃん！ヨリス・フォーンの From a Deep Place という2007年にリリースされたアルバムです。これはヨリス・フォーンの2枚目のアルバムです。CD には19曲も収録されている超大作です。この私が持っているアルバムには8曲のみ収録されてます。すべての曲が耳に残るメロディーで、さすがヨリス・フォーンやなと思います。では好きな曲をピックアップしていきます。まずは A1 の A Thousand Lost Souls という曲。これは疾走感がありながらも、ねっとりベタっとしたような質感のキックで、そこが私は好きですね。そして耳に残るメロディーで高揚感のあるテクノです。で、A2 の Revelation という曲。この曲、フルアルバムでは1曲目なんですよね。なんで2曲目に入ってんのかなってちょっと不思議なんですけど、ほんとこの1曲目がヨリス・フォーンの素敵なテクノミュージックワールドが始まりますよっていう感じの曲なんで、私はこの曲が1曲目であってほしいなと思います。リスナーの気分を一気に持ち上げて、期待を膨らませて、ワクワクするような曲です。で、C1 の No Revolution という曲。これはシンプルなテクノなんですけれど、聴いてる人の体を下から突き動かすような力がある曲です。で、ブレイクで、どん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 体が熱くなっていく感じが好きです。勝手に踊らされるような、踊らずにいられない曲です。で、D1 の Blank という曲。これは重くてトライバルっぽいビートが好きですね。もうそれだけで気分が上がります。そして、エモーショナルです。なんか砂の上で踊りたくなるような、ビーチパーティーに行きたいなって思わせる曲です。他にもフルアルバムにはあと11曲も収録されてて、その中で私は Early Bird とか My People が好きです。ということで、今回はヨリス・フォーンの From a Deep Place というアルバムのご紹介でした。踊らずにいられないテクノです。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。